はい、どうも皆さんこんにちは、もいもいです。今日はチャンネル登録者数5000人突破記念、もいもいに質問のコーナーです。イエーイどんどんパフパフ。はい、でツイッターで、質問を募集したんですよ。ハッシュタグもいといで質問を募集しました。その結果ね、たくさんの質問が集まりました。本当皆さんご協力ありがとうございました。ということで早速質問に答えていきたいと思います。もいもいって名前どうやって決めたの？これね、めちゃめちゃ多いんですよ名前ですね。ツイキャスとか YouTube に残ってない長い生放送中とかにたまに答えてたりしたんですけども、まあ改めてね、ここで名前の由来を。私ファイナルファンタジーの14オンラインの方ですね、ラナフェルっていうね、女の子を使ってたんですね。でちっちゃい小人なんです。でそのラナフェルの名前がすごく独特な法則があって、なんかタタルタルとかオモディモモディとか、なんだっけ忘れちゃった、なんかすごいなんか繰り返すんですよ。その法則にのっとって名前つけたいなと思って、モイモイモネっていう名前をつけたんです。まあそれをずっと使ってるって感じですね。ちなみにモイモイモネ T がついてるんですけど、 T は読みません。モネは画家のモネから取ってます。なのでモネとちょっとスペルは同じです。だけど T は読まない、モネットじゃなくてモイモイモネと申します。よろしくお願いします。国内で行きたい都道府県は？そこそこ旅行には行ってるので、金沢とか行きたいですね。あの恐竜博物館、あそれは福井か、福井、いや恐竜博物館まず行きたいでしょ動物大好きだから。でも沖縄とか北海道には行ったし、あ鳥取砂丘も見に行きたいな。あんまり西の方は、関東にもともと私住んでたんで、結構ね東の方は行ってるんだけど、西の方に旅行とか全然行ったことないですね。でも広島は行ったことあるんだよな。鳥取と金沢福井。チャンネル登録者数5000人突破おめでとうございます。もいもいさんに質問です。ズバリこれからの人生設計は？これからは、いやでも小さい時はその女の子の夢っていうか理想で27に結婚して、で28、29で子供産んでって思ってたんですけど、このご時世そうもいかないじゃないですか。まあでも30までにはって感じかなあんま考えてない、なるようになるって感じかな。普段は何時くらいに仕事終わりますか？でも最近は結構そんなにたくさん残ってるわけでもなくて、まあ、だいたい7時8時くらいに終わるかな。すごい忙しい時は10時とか、毎日10時に上がるとか、さらに残業して11時に上がるとかの時もあるんですけど、最近は7時とか8時9時ぐらいには帰れてます。あ、会社上がってます。家に着くのはその1時間後ぐらいですね。よく見るテレビは何ですか？イッテ Q、鉄腕ダッシュ、目覚ましテレビ何でもいいんだけど、天気がわかるやつ。本命チョコレートをあげた数は？え、それは今年今年だったらゼロかな。人生でだったらちょっと数えらんないかも。でもあげてますよチョコじゃなくてクッキーの方が多いけどね。私クッキー作るの得意なんで。なぜマスクをしてるのですか？ぜひ外してほしいです。ついに来てしまった。顔は公開しないのですか？マスクを外せとみんなに言われる。みんな私の素顔が見たいんだな。素顔見たいですか？見たいですよね。見てみたいです。しょうがないな、マスクしてても素敵なのですが、見たいですほいちゃん、次のモンストフレンド募集まだかな？
そろそろやります。好きな肉料理は？肉なら全部うまい。好きなアーティストは？ポーノグラフィティ、東京事変、アジアンカンフージェネレーション、クイーン、ブービーブラザーズ、シカゴ、エマーソン・レイク&パーマー、キング・クリムゾン。カラオケに行ったら歌う曲は、まあ、ポルノグラフィティとか、高校生とか中学生の時ぐらいに流行った曲が多いですね。大塚愛とか、アイコとか。自分の好きなところは？また嫌いなところは？何でも7割8割できるところ。嫌いなところはいっぱいあります。朝起きれない。朝食、食べるのが遅い。記憶力がない。滑舌が悪い。筋力がない。前髪が決まらない。感情の起伏が激しい。怠け者である。あげたら切れないですね。動画を撮るきっかけは何ですか？まず私が YouTube にハマったのが、その会社の先輩に兄じゃ音じゃって知ってるって聞かれて知らないですって聞いたら、まあゲーム実況やってる人がいるんだけど、すごい声がいいって見始めたら YouTube にハマったんです。まずで見てる間にプレイステーションのコントローラーにこのシェアボタンこれね、これシェアボタンがあるなと思って使ってみよう、ポチッと押したら、この YouTube のチャンネルがあれば誰にでもすぐに生放送ができる。でじゃあやってみようかなってやったら結構楽しくて、それが続いてるって感じです。ゲームの次に好きなことは？ゲームしたらあかん日があったら何して過ごす？ゲームしちゃダメ、かつ何も予定がない日は、まあ、弥生と寝るか、見たい映画があったら映画見に行きます。あとはネットサーフィン。やばいな、本当にやることないわ。一番好きな趣味を取り上げられると困るな。ゲームの次に好きなことは映画かな、あと YouTube 好きな男性のタイプは？大人な人。そうだな、自分で生活できる人、私がいなくてもなんか、もえもえがいないと俺、ダメになっちゃうから。とか、ダメになっちゃうとか言われたら、ダメになっちゃうのーってなんか私がダメになっちゃうんだよね、逆に。そう、頑張りすぎちゃって。合わせようと思って。結構こう、私のことを自由にしてくれる人が好きかな。性格はそんな感じ。見た目はマッチョ。胸板って人。力強い人。あとは、髪短い。人の方が好きかな、長い人よりは。でも長い人も似合ってたらいいけどね。あと清潔感のある人、これ必須です。皆さん覚えておいてください。清潔感のある人。スポーツは味噌汁ですか？まあ頭大丈夫か。タケノコの里派かな、キノコの山派かな。私はタケノコの里のチョコの下のクッキーがとても美味しくて好き。でもキノコの山のチョコだけ食べるのもよくやっちゃう。どっちも好き。タケノコ派ですサクサクのクッキーが美味しいね。もいもいさんの好きな YouTuber って誰なんですか？モノマネで。どうも皆さん、おはこんばんにちは、おとじゃです。兄じゃです。おついちでございます。怒られるな、これ絶対ファンの人に怒られる。はーい、ドンピシャです。ペイチャックです。はい、鉄道です。よろしくお願いします。設定ハロー YouTube ご覧の皆さん風邪をしたあとははじめ社長かな、好きなのは。コラボしてみたい YouTuber さんはいますか？コラボか。でもなんかオーバーウォッチの女性実況者とフルパ組んでやってみたいですね。全員女の子でやってみたいです。萌さん質問です。一番印象に残っている落花種はありますか？あったらどれですか？そのうち落花種まとめ動画作ってくれますか？こちらの落花種です、どうぞ。ジャンプ次出す。あ、いけますね、いきますね。お、菅さんありがとう、面白いと思った、ありがとう。えさ、え、次どこ？うん、あ、やばい、あ、ちょっと待ってちょっと待ってあー、もういきなり、いきなり落ちたち
なんでさ、なんでさ、落ちるとさ、拍手くれんの。よいしょ。3周年記念ぐらいの時に作ろうかな。じゃあリスナーさんへの要望は何かありますか？みんなが仲良くしてくれれば私はそれでいいです。いつもありがとうございます。本当にもう、なぜサボり癖？サボり癖ひどくて、 Twitter は返信しないでしょ、 YouTube のコメントも最近返信してないでしょ動画編集はダークソウルの動画編集も止まってるでしょ本当すみません。学生時代部活は何してた？中学生の時は吹奏楽部でした。でパーカッションを担当してました。だったかだった。でドラムとかもちょっと叩けたりします。で高校の時は吹奏楽やりたかったんですけど、オーケストラ部しかなくて、オーケストラ部に入ってパーカッションやってました。6年間私はパーカッションやってます。で高校の時に、オーケストラ部と兼部して、掛け持ちで、2つ掛け持ちで野球部のマネージャーやってました。最近ムッとしたことと嬉しかったことは？あんまりムッとすることはないかな。夜に電車乗っててお酒臭いおじさんの近くに行ってしまった時とか辛いです。嬉しかったことは、弥生の手術の後に避妊手術をしたんですけど、ちょっと傷口に腫れちゃったんです。ぷくって膨れちゃったんですけど、それが治ってきたことですもう本当よかった、めっちゃ嬉しい。ゆいちゃんが健康でいてくれることがすごく嬉しいです。あと、リスナーさんがたくさん来てくれることかな出身はどこですか？埼玉県生まれ、埼玉県育ちのダ埼玉人です。行ってみたい国はどこですか？またその理由は何でしょうか？スペイン。サグラドファミリアを見たい。ゲーム好きな彼女が欲しいです。どうしたら作れますか？ゲーム好きな彼女はなんかそういう合コンとかないんですかね。ゲーム好き集まる合コンとか、それか社会人だったらゲームクリエイターの彼女を作る。例えば任天堂に勤めてる人とか、スクエニに勤めてる人とか、ここのシステム私こう思うんだけどとかのレベルになると思うけどどうなんだろう。もいもいさんのもいもいをもいもいしてもいいです。ちょっと何言ってるか分かんない。ラストオースのオンラインとか一緒にやりたいです。ラストオーバース持ってないから。彼氏はいつからいないの？2年？2年前？え？3年前。もいもいさんは妄想の運極は何と言いますか？10、20、23。モンスで一番お気に入りのキャラは何ですか？また一番難しいと思うクエストは何ですか？パッと思いついた感じではロビンフッドですね。貴族性不足の私に舞い降りた王子様ですね。一番難しいと思うクエスト、なんかさ、本来とかはもう全然クリアできないんですけど、でもあれは難しいっていうよりはキャラがいないって感じだから、ちょっと本来外して、塔だったら31回が嫌いなんですよね。間に挟まるのがもうほんとピヨピヨするしもうね、ひよこダメだよあれ妖怪がね、ダメなんですよ。私全員ピョピョさせちゃうからあれはね、難しいと思う。未だに苦手ですね。覇者の塔とかの戦い方などを見てみたいのですけど。塔の戦い方はちょっと徐々に増やしていこうと思ってます。22回と23回かな今上げてるので、ぜひそっちも見てください。モンストは1日にどれくらいやっていますか？やり込む日は2時間くらい、平日は1時間ぐらいしかやってないかも。もいもいさんは何の仕事してるんですか？ OL です。ただの OL ですパソコンの前に一日中座ってる仕事です。だからすごいドライアイだと思います。動画配信を続けられるモチベーションとは？モチベーションっていうよりは趣味だから、私が楽しんでやってるだけだから、なんか続けることに苦じゃないっていうか、編集も楽しいし、楽しいからやっていきますよ。
楽しいからやってるんですよ。あとみんなも反応してくれるし、コメントとかもしてくれるんで、そのコミュニケーションがちょっと面白いですね。あ、みんなはこうやって考えてるんだなとか、なんか私がこういうことを言うとみんなはどういう反応するんだろうとか、なんかそういうのが面白いなと思って楽しくやってます。思い出のゲームは何ですか？去年やったゲームでナンバーワンは？ YouTube やってる中で、実況してる中で言ったらアンチャーテッドかな。アンチャーテッドすごい面白かった。アンチャーテッド4ですね。人生の中で思い出に残ってるゲームって言ったらやっぱスマブラかな。友達のお家に行ってリビングで集まってみんなでスマブラやるっていうのがすごい楽しかった。もう永遠にやってた。こういう3つあの謎の形のコントローラーね、黄色いコントローラー持って友達に行ってました。めっちゃあれは思い出かな。なんかすごいいい思い出です。好きな寿司ネタは？いくら。もいちゃんとよいちゃんの出会いは？ペットショップで私がたまたま見つけました。本名は？内緒です。今スマホに入ってるゲームは何？モンストファイアーエンブレムヒーローズスネークバードっていうなんかパズルゲームなんだけど、めちゃめちゃ難しい。めちゃめちゃ難しい。ポケモン GO 入ってるけどやってない。最近ね、陰陽師っていうアプリがあって、 Twitter でなんか個人情報抜き取られるとか利用規約ですごい問題になってたんですけど、運営がすぐに対応してくれたみたいで、厳しいアップルの審査も通ってるアプリなんで、まあ、そんなに心配することはないかなって思うんですけど、中国でもともと流行ってるんですよ。その面白いのが声優がたくさんついてて、本当に有名な声優さんがついてるんですけど、全員日本人なんですよ。で、中国でもともと配信されてた時もその日本人の声優さんが日本語でボイスを当ててて、日本語で喋っているのがかっこいいとかかわいいとか、そういう感覚みたいで、それですごい今人気なんですって。2月23日に配信開始されたんですけど、もうちょっと利用規約のこともあって様子見て最近リセマラしてます。とりあえず全然 SSR 出なくて本当始められるか分かんないんだけど、まあ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 、グラフィックもすごい綺麗だし、ボイスすごいめっちゃ喋るし、ちょっと様子見で陰陽師やってみようかなって感じです。こんくらいかな。ということで、初めての質問コーナーでした。これを機にね、私のことをみんなが知ってくれたらいいなと思います。はい、また何かの節に質問コーナーやりたいなと思いますので、その時は皆さんまた質問よろしくお願いします。はい、ということで今日の質問コーナーはここまで。チャンネル登録また高評価してくれるととっても喜びますので、よろしくお願いします。またツイッターの方もね、みんなと交流できたり、でみんなはどんなことが好きなのかなとか、どういうことを思ってるのかな、何が流行ってるのかなっていうのをちょっとこう覗いたりも私がしてるんでそういう交流の場としてね、ちょっとツイッターも、見てくれたら嬉しいなと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。ほんじょバハハイ。